どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回のこの動画はですね、新しく発売されたタムロンの 20-40mmF2.8 の、広角ズームレンズのレビュー動画になります。このレンズですね、発売日に購入して早速ね、当日テスト撮影なども行ってきたんですが、結論から伝えますと、このレンズ神レンズです。めちゃくちゃ素晴らしい、レンズになります。で、まあ僕の、人生で最もこうユーザーの目線に立っているレンズだなぁと感じました。で、なんでそう思ったかというと、3つ理由があるんですが、1つ目が 365g っていう軽量コンパクトな設計であるっていうことですね。で、2つ目が 20-40mm という写真と動画の撮影どちらも両立することのできる焦点距離っていう部分、3つ目ですね、レンズのフィルター径が、67mm っていうもので、設計されているっていう、まあ、この合計で3つの部分がですね、タムロンさんが、ユーザーの目線に立ってこのレンズを、発売してくれたっていうところに至っています。早速なんですが、このレビュー動画に関しましても、このレンズに付け替えて、この後からは撮影していきたいと思います。それでは変えてみましょう。はい、ということでいかがでしょうか。今タムロンの 20mm の、広角端の方で動画の撮影をしています。先ほどまではシグマの 45mmF2.8 の単焦点レンズで撮影をしていたので、さっきよりもだいぶね、画角が広くなったんじゃないかなというふうに思います。これをですね、40mm とかに変更して、はい、こんな感じで、うん、近寄ることもできますね。で、まあちょっと気づいたことだと、こうレンズをね、ズームをね、一気にこう離すとピントが一瞬消えますね、外れます。で、ゆっくりやっていくことで、明るい環境だとピントが外れにくいんですけど、微妙にやっぱピントずれますね。やっぱズームがしている最中に関してはちょっとピントが甘くなる印象があります。はい、ちょっと続けていきますと、先ほどのね、ユーザーの目線に立っている神レンズである理由っていうのが、まあ、3つね、ご紹介したと思うんですが、それを一つ一つね、簡単な例を交えながら話していきたいと思います。やはりですね、 365g という軽量コンパクトであれば、まあ、携帯性が良くなるのは当たり前だと思います。ただその携帯性が良くなりつつ、使っている人もいるかもしれませんが、この後ろにですね、クレーン M2S っていう、まあ、ジーウンのね、ジンバルがあります。動画の撮影とかで、手ぶれがないように滑らかな映像を撮影するための、まあ装備ですね。で、これね、やっぱりレンズが軽量コンパクトになるっていうことは、このジンバルも軽量コンパクトにすることができるっていうメリットがあります。僕のカメラは、700g 近くあるんですが、レンズと組み合わせるとだいたい 1kg ぐらいに、なってきます。 1kg であれば、このね、クレーン M2S、 これ自体がそもそも 500g ぐらいしかないんですけど、まあ 1.5kg ぐらいで、実際に手でね、こうやって撮影してる時にも自分の腕への負担も少ないですし、何よりすごくコンパクトなんですよね。なので旅行に持っていく時にカメラも持っていきやすいし、ジンバルとかも持っていきやすい、まあ、荷物が多くなりがちな旅行とかでも、まあ、こういったね、クオリティの高い映像を撮ることができるようになるっていうのが、やっぱり大きな利点なのかなというふうに思います。そして2つ目の、理由ですね、20-40mm の、焦点距離、ここに関してやっぱりね、写真と動画、両立できるこの画角なんですよね。で、これはですね、発売日の日に僕が、簡単にですね、写真と動画のテスト撮影をしてきたので、それをね、話すよりも、まあ、見てね、いただいた方が分かりやすいと思うので、ぜひそちらをまずはご覧ください。
はい、いかがだったでしょうか。やっぱりね、すごくこの焦点距離が万能だったっていうことが分かったんじゃないかなと思います。最後に3つ目のユーザー目線に飛んでいる部分のフィルター系ですね、ここの部分、ここが67ミリということは、まあ、67ミリっていうね、フィルター系は、まあ、非常にね、流通されているものが多いんですね。なので、こういった ND フィルター、これをですね、やっぱりこう、いくつも持っているとお金もかかっちゃいますし、持ち運ぶ手間とかもかかってくるんですけど、まあ、それがね、67ミリになっているっていうところは、他のレンズとも兼用しやすいっていうことになるので、やっぱりそこはね、素晴らしい点なんじゃないかなというふうに思います。僕が使ってるこのニシの ND フィルターって1個でこれ1万5000円ぐらいするんですよね。でそしたら1万5000円をじゃあフィルター系ごとに買ってたらそれはそれでね、もう大変じゃないですか。でしかも例えばこうなってくるとさ、ステップアップリングって言って他のフィルター系につけれるやつつけた方がつけれるよとか言う人もいるんですけど、めんどくさいです、正直持ち歩くのは。まあ、たまになんですけど、僕もう一つね、レンズ持ってて、シグマの 85mmF1.4 っていうこのね、レンズがあるんですけど、ここに関してはステップアップリングここにつけていて 67mm の、レンズフィルターをつけれるようにしているんですけど、まあ、正直やっぱり面倒といえば面倒です。はい、ということで、今回ですね、紹介したこの3つの理由によってこの、タムロンの 20-40mm のレンズが、紙レンズであると僕は思いました。やっぱりね、どんな人にもおすすめできる万能なレンズだと思います。カメラを初めて購入される方でも1本目からこのレンズを持っておくことで、まあ本当最高な体験を得られるんじゃないかなっていうふうに、僕は思います。特にね、動画撮影をメインにされているのであれば、まあ、このレンズ、まあ、大げさに言うと1本だけ持っていてもいいんじゃないかなって僕は思っちゃったりするんですけど、まあでもね、もちろん画質に、こだわりたいっていう方とかは、まあ、僕が今持ってる、ね、例えばこの 85mmF1.4 のレンズだったりだとか、まあ、やっぱりね、こういうのって値段も高いですし、やっぱ重たいので、まあ、そこはね、こう携帯性であったりだとか、こう予算の面で合わない人っていうのはいるかもしれないんですけど、まあ、どうしてもね、皆さんが画質を求めるっていうのであれば、選択肢はたくさんあるので、まあ、あくまで僕はですね、標準で持っておくレンズとして、このね、広角ズームレンズっていうのは、マストなんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひともね、悩んでいる方は、正直もう悩むこともないと思います。もうこれ買えばわかります、いいのが。もうこの画質に関しても、今この他のね、レンズの話しましたが、正直、まあ、今回写真とか動画の撮影をしてみて、もう十分画質いいです。美しいです、撮れる映像に関しても。なので、まあ、正直、まあ、仕事のレベルで全然使えると思うんで、まあ、本当に極限でもうなんか一切の妥協も許さないっていう形じゃない限り、もう正直このレンズだけでもう何でもできるんじゃないかなって思っちゃいます。はい、ということで、皆さんいかがだったでしょうか。このレンズね、ぜひ買った人コメントしてください。まあこれからね、買いたいとか、この動画を見て、買うことを決めましたとか、コメントいただけると非常に嬉しいです。もしこの動画がためになったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。こういったカメラ、レンズだったり Vlog だったり、まあいろんなね、動画上げてるんで、ぜひともね、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。